メンアイトラストは、ケベック州モントリオール出身のカナダのインディーポップバンドである。2014年に結成されたバンドは、ベーシストのジェシー・キャロン、マルチインストゥルメンタリストで、プロデューサーのドラゴス・チリアク、リードボーカリストで、ギタリストのエマニュエル・プルールで構成されている。グループは、初期の作品をセルフリリースした後、カナダのインディーズレーベルリターン2アナログで楽曲をリリースしている。 メン、アイトラストは、ラバル大学の音楽学部で再開した、高校時代の友人である、ジェシー・キャロンとドラゴス・チリアクによって2014年に、設立された。彼らは2014年にセリフタイトルの EP を、リリースした後、モントリオール・ジャズ・フェスティバル、ケベック・シティ・サマー・フェスティバル、M4 ・モントリオールに出演。2015年には、アルバム、ヘッド・ルームをリリースした。その後、 2016年3月に歌手兼ギタリストのエマ・プルールがバンドに加入。中国ツアーを行い、新鮮、北京、上海で演奏を行った。2017年、メン、アイトラストはシングル、アイホープツービーインアラウンドをミュージックビデオと共にリリース。2018年にはシングル、照明ハウを自主制作のミュージックビデオと共にリリースした。2018年、 バンドは北米ツアーを実施。バンドは2019年4月14日と同月21日にコーチェラフェスティバルに出演した。また2019年8月3日にロラパルーザへも出演した。バンドは2016年から2019年にかけて12枚のシングルをリリース。それらの楽曲のうち8曲はセルフリメイクされ2019年9月13日発売のアルバム オンクルジャズに収録された。音楽シビルボードのライター、ニック・フルトンとの会話の中で、バンドは、ケベックの田舎の緑豊かで孤独な環境が、アルバムのサウンドを形成する上で影響を与えたと、述べ、家の外では、散歩をしたり音楽について、考えたりする以外に何もすることがないと、ボーカルで、ギタリストのエーマ・プルールは語った。NPR は、メン、アイトラストを、 エレクトロポップバンドであると紹介し、アワーカルチャーマグはインディーズバンドであると表現、オンライン音楽し、ザ・フェーダーはバンドのスタイルをドリームポップと表現している。ありがとうございます。